17年が経ちました。右肩の痛みで整体に行けば言われる病名四十肩。人に言ったことたまに忘れる、人に言われたこともメモしないとすぐ忘れる。でもそれが幸いにして憎らしかったことも忘れるから、結局誰でも愛しく思う。大人の世界は素敵だよ。私たち一緒になってから22年が経ったの。歩み寄ってたらやることなすこと似てきたよ。結婚記念日の後も法事の後でさえもやるって決めた掃除は何でも勢いと気合でやり終えちゃう。愛しく思える大人の